さあスーパーファイト、いよいよ決勝戦です。下馬評では圧倒的劣勢のチャランコ選手ですが、これはひょっとしたらひょっとするかも。明帝剣水流対水球炭酸剣チャランコ。こいつまさかズラに気づいたんじゃ。さあ勝つのはどっちだ。さあついに始まる。あれ、水流選手の先制攻撃。見えてないわけじゃないだろ。連続蹴りが全て寸止めだ。チャランコ選手は頭部をガードすることしかできません。技が早すぎる。決勝だから様子見ようと思ったけど、あの風圧は危険だ。ついでにいい選手と試合できればなって思ってたんだ。まあ最後は僕が勝つんだけど。楽しいか。ああ、強いのは楽しい。今のは準備運動。君強いんだろ。わかるよ、俺も強いからね。お、ずら飛ばしに来てたわけじゃないのか。やはり何枚も上手なのか。対するチャランコ選手は緊張を隠すためか間の抜けた表情。いつもこの顔なんだけど。君の目、地位や名誉なんかじゃない、もっと楽しいものを探している目だ。まあそうかもな。ちなみに俺は賞金目当て。それは俺も欲しい。俺は武術を体験するためにここに来たんだ。手強いって聞いたからだけど、ちょっと反撃したらすぐ試合が終わっちゃうからさ。あいつら何話してんだ。じゃあこういうのはどうかな。俺が武術を体験させてやる。だから君も頑張って俺を楽しませてくれ。お、いいなそれ。このままじゃ来た意味ないなって思ったけど、お前はちょっと違いそうだな。行くぞ。さらに数段速い。どんどん行くよ。蹴り上げた。チャランコ、やはり実力差がありすぎたんだ。決まった。マジでカツラ取れるかと思った。いいね、そうでなくちゃ面白くない。君の武器はパンチなんだろ。さあ打ってこい。お、カウンターを狙ったの気づかれたか。このまま耐えてれば逆転の目が。いや、水流を見てみな。自らに制限を課して遊んでやがる。それってまだ本気。君普段は何やってるの。普段散歩したり怪人倒したり。え、怪人と戦ってるの。あの業界はろくなもんじゃないと思うよ。さっき A 級ヒーローたちとも試合したけど、弱すぎて話にならなかった。ヒーローなんて名前だけさ。けどな、クリーンヒット。不純物そんなもん関係ねえよ。それ以上強くならない方がいいぜ。またすぐ終わっちまうところだった。優勝は水流選手。マジかよ。もっと続けろ。遊びは終わり。俺の本気をまだちゃんと見せてなかったよな。お前若くしてそんな悩みを抱えていたのか。いや、なりすましだろ。埼玉、なぜここに。知ってるやつなのか。逃がした。なんとまだ続けています。こんな顔見たこともありません。いいかい、武術とはこういうものだ。明帝空流拳。楽しくやるんじゃなかったのか。負けたままじゃ楽しくないんでね。いいぞ。決着する。これは盛り上がってきました。バッキバキだ。あの極端な踏み込み殺す気だ。うわ。しかしここでチャランコ選手に衝撃の事実。君に武術の何たるかが少しは伝わったのかな。武術とは要するに。
なんか動きがかっこいいものだな。さっきのぐるぐる回るやつで怪人倒せたらかっこいいもんな。なめるなー。